こんにちは、カナダ在住のメタスです。 秘宝3人目の告発者登場。クオも終了のお知らせということで、えっ、ー、と、さっき日本目の動画を上げましたが、あの、上げたすぐ後にですね、えー、続報が入ってきました。はい。えー、ですので、本来伝える内容ではなかったものを今ぶっ込みました。はい。えー、では行きたいと思います。まず最初にですね、ジョージア州の話をしていきたいと思います、えー。今回ね、大きな大きな話題になっていたジョージア州なんですが、選挙制度改革の動きがあります。2週間ぐらい前にですね、えー、上院の小委員会の方で、えー、選挙制度を変える方法 法案がいくつか作られたっていう話をしました。で、それがですね、まあ、ジョージア州の下院の本会議の方に回されていたんですね。で、本日、その下院で選挙制度改革法案の一部が可決されました。はい。 ええと、その上院の小委員会で決め、ま、決まった全てが一気に可決されたわけではなくて、いくつかに分割してですね、あのパッケージにして、えー、法案にしているんですね。で、えー、ざっくり言うとですね、今回このパッケージに入ってるのがもう合計12項目ぐらいあるんですが、えー、重要なところをまとめますと、ID チェックの厳格化。これはあの郵送投票を申請するときの話で、 話です、ねえー、なんで全ての投票のプロセスっていうわけではなくてとりあえず郵送投票の申請時に、えー、厳しくするよっていう話です。で政府が申請なしの有権者への投票用紙の一方的な発送禁止。で投票箱設置場所の厳格化。まあ、ざっくりね大事なところをピックアップするとこんな感じかなというふうに思います。で、えー、今回、えー、成立したこのパッケージの法案に関してですね、えー、ジョージア州民の11%が ID これ日本でいうところの運転 免許証を持っていないなとだから、権利は侵害されるんだって言って訴えてる団体です。まあ、基本的に民主党側なんですが、がなんか今回、ジョージア州の議事堂にも侵入したようなんですね。あれなんかこれって問題じゃなかったでしたっけっていうふうに思っちゃうんですけど、まあ、民主党がやったら問題ないそうですね、はい。気持ち悪いっていうふうに思いますね。はい、で、えー、とまあこれ11%が ID 持たないっていうのはこれ確かに問題だなっていうふうに僕思いましたけど、でも今回その ID チェックの厳格化したのって、基本的に郵送投票の申請の話なんですね。 別にすべての選挙プロセスで絶対必要だっていうふうに言ってるわけじゃないので、えっ、ー、と、完全に権利が侵害されるかって言ったらそんなことはないんですね。まあ、結局当日っていうかまあ、直前でも直接投票所行けばいいじゃねえかっていう話なんですよ。で、あとはですね、この、えっ、ー、と、ID なんですけど、まあ、確かに運転免許証を取るためには、えっ、ー、と、まあ、ね、路上のテストを受けないといけないとか、あの、日本ってすごいんですよ。ちょっと話しれますけど、日本の運転免許証を取る、えっ、ー、と、難易度ってめちゃめちゃ高いんですよ、あれ。 高いのだと金かかるんですよ。あの、なぜなら日本ってあの学校入んないといけないじゃないですか。あのこれアメリカごめんなさい。アメリカわかんないですけど、カナダ学校ないんですよ。あのまあ、補助的な学校ありますけど、基本的にえっ、ー、と本もらってで、それで勉強してで。まず最初にマルバツテストを受けあ、4択クイズに合格すればえっ、ー、と仮免許もらえるんですよ。1回も運転したことなくてもで、その後にえっ、ー、と仮免許持ってる状態で半年ぐらい練習したら路上テストを受けれます。 で、路上テストで合格したら、もうそれで OK。つまり、学校に行く必要ないんですよ。だからお金かかんないんですよ。日本って、えっ、ー、と、だいたい30万円とか15万円とかかかるじゃないですか。そんなかん、金かかんないんですよ。はい。なので、日本の感覚でこの運転免許証を持たないっていうのは考えない方がいいかなっていうふうに思うんですが、えっ、ー、と、まあ、それにしてもやっぱり、その運転免許証を取るためにはね、その勉強しないといけないとかあるので、大変っちゃ大変なんですよね。うん。なんですけど、あの、別にこの運転免許証以外にですね、ID っていうのは、 これあの、確かアメリカもそうっていうようなコメントをいただいた気がするんですが、えっ、ー、と、その運転免許証を発行しているセンターにですね、行けばですね、運転免許証とは別の、あの、身分証明書をですね、ちゃんと発行してもらえるんですね。なので、あの、このジョージア州民11%の人々っていうのを別にこの ID を発行してもらえればいいだけの話なので、えっ、ー、と、何をそんなに言ってるんだねっていうふうに僕は正直思ってしまいます。 はい。で、あの、この後ですね、上院にて採決が行われて、で、成立する見込みです。はい。えー、で、これ一応ですね、あの、知事が最終的に署名、えっ、ー、と、サインをしないといけないんですが、あの、知事がこれをですね、あの、クソ父ですね、憲府が、あの、一応温度をとってるものでもありますので、あの、間違いなく成立はすぐします。はい。えー、というぐらい、ジョージア州はですね、あの、まあ、2020年の選挙、本当にクソみたいな結果になりましたけれども、えー、一応こうやって2022年、24年に向けて動いているってことは間違いないかなというふうに思います。 はい。えー、で、続いて、カリフォルニア州の教員組合の会長さんが大炎上されています。これ、あの、多分、カリフォルニアに住まわれてる方,方ですね。あの、市長様の中にもいますが、まあ、見られてるニュースじゃないかなというふうに思います。あの、これ以外にもですね、だいぶ、しんどいニュースがいくつかあるんですよね。カリフォルニア州の教員の人たちって、大丈夫ですか僕、ニュースで前取り上げなかったですけど、なんか、ね、お母、えっ、ー、と、学校再開してくれっていうふうに言ってる親に対して、 なんかめっちゃくちゃなこと言ってましたよね。ちょっとあの僕ニュース、あの自分でスクリーンショット撮って探しきれなかったんで、ちょっと今回省きましたが、まあだいぶどぎついこと言ってたんですよね。で、この、 カリフォルニア州の教員組合のこの会長さんなんですが、えっ、ー、と、学校の再開にですね、猛烈に反対をしています。にもかかわらず、自分の子供を私立の幼稚園に通わせてるってことが発覚しまして、でも今批判を浴びてるんですね。おめえ学校開くなっつってるくせしてなんで自分の子供を送ってんだよ、みたいなね、感じのことを言われてます。 はい。で、えっ、ー、と、この人ね、その学校を再開することは子供にとって危険であると。なぜなら子供はマスクをしないからだって言いながら、この時一緒に連れてた子供マスクしてるんですね。はい。あの、自分の身近と全然ちゃうやんけっていう話なんですが、まあ、この人はね、そのなんだろう、マスク信者と言いますか、マスク絶対できないと、もうやばいんだみたいな感じなんでしょうね。はい。で、ま、あその辺を教えるのも僕は学校なんじゃないのっていうふうに思うんですけどね。ま、あ日本とちょっと感覚違うんですかね。 うんそのね、周りのことを気遣うためにもマスクしましょうねぐらいのね、えー、ことをこういう,こう,いう時に、えーま、の学ばせることができるとですね、まあ、一ついいんじゃないのとは思うんですけれども、うんまあ、一方でね、そのマスクをしないことによるその自由っていうものを学ばせるチャンスにもなるかなって思いますし、なんかいろんな意味で、ね、チャンスを潰してる気がね、こいつはするんですよね、正直ね。はい、であとはね、あの学校をしない 再開しないためにですね、これあの、経済的な問題もあるんですね。仕事に行けない人もいるんですよ。あの、日本と違って、日本ってあの、鍵っこいるじゃないですか。僕、すごく憧れてたんですが、あの、首からね、家の鍵をぶら下げてる子ですね。小学生でね。あれも、めちゃめちゃ憧れてたんですよ。<laughs> はい。あの、僕ね、あの、親があの、てか自分ちがあの、自営業なので、あの、四六時中365日、絶対に親か、あとはおじいちゃん、おばあちゃんが一緒に住んでるんで、絶対いるんですね。うん、なので、えー カギっ子にはなれなかったんですよ。はい。で、あんなことは、あの、日本ならではなんですよね、本当にね。はい。で、その、学校が再開されないがためにですね、その仕事に行けないと子供の面倒を見ないといけないから、えー、仕事に行けないっていう人もいるんですね。えっ、ー、と、よく取り沙汰されるのはその子供の精神的な問題、あと学習の問題だけじゃなくて、もうちょっと現実的な話をすると、家庭の経済的な問題にもつながってるっていうのが事実なんですね。 はい。まあ、こういう組合のね、なんか会長をやってるような人たちは、まあ、おそらくね、あの、ほどほどにいい生活できてるから、あんなことは知ったことじゃねえっていうふうに思ってるかもしれないし、え、全然そんなこと気づいてもないかもしれませんが、結構大きな問題なんじゃないのっていうふうに僕は思うんですね。はい。えー、まあ、なので、どうなんでしょうね。この大炎上を機にですね、いろいろ変わってくれたらいいんじゃないのっていうふうに思います。はい。あの、僕自身もですね、子供にね、教える仕事をしていたので、あの、本当に子供のね、 何て言うんでしょう。時間って本当に有限なんですよね。無限じゃないんですよね。本当に一日一日が大事なので、まあ、その辺のことをちゃんと理解できている人間なら、こういうことはしないんじゃないのって僕は思っちゃいますけど、まあどうなんでしょうね。はいまあ、人によって考え方違いますからね。とりあえず僕はこの人には猛烈に反対をします。はい。で、続いて、えっ、ー、と、まあ最後ですね。クオモに関する話をしていきたいと思います。先ほど1本目の動画でね、えっ、ー、と、まあ、民主党の内部からもう、 だいぶ突き上げを食らってますよと、袋叩きにされてますよっていう話をしましたが、えー、第3のセクハラ告発者、今回32歳の方がですね、えー、登場されました。2019年、2年前ですね、2019年9月の友人の結婚式にて初めてクオモに会ったと。で、そこでいろいろ話しているうちに、腰、 これ表現的にはね、お尻付近とも取れるかなって思ったんですが、に手を回されたと。で、キモかったから即振り払ったそうなんですね。で、それに対してクオモが、攻撃的だね。みたいなこと言ってくるわけですよ。もう気持ち悪いじゃないですか。で、その後にこの画像ですよ。これあの証拠の画像が残ってて、それがもう、えっ、ー、と、暴露されたんですよ。これ、見てください。これ、その後ク,クオモがですね、両手で、その両ほっぺを掴むっていうかわかりますあの、なんかほっぺた持って、で、 チューしていいって言ってきたそうなんですよ。もう気持ち悪くないですかでも気もいすぎるからもう混乱したし、まあ、公然の場ですよ。みんながいるまで、まあ、衝撃受けたし恥ずかしかったしっていうことで、もう本当にね、勘弁してくれよっていうような感じだったそうなんですね。はい、でも、まあ、この写真から見てもわかる通りさ、もう見えなくなっちゃった。えっ、ー、とまあ、だいぶ嫌がってる顔ですよね、これね。うん、でまあ、どう考えてもクオもこれ顔赤いから酔っ払ってんだろうと思うんですが、まあ、 だいぶ勘違いをされてますよね。はい。で、まあこんな風にですね、今、続々とセクハラ関連のものが出てきているところを見ると、やっぱ一本目の動画でも言いましたが、 やっぱりちょっと民主党としてはもう切り、切るつもりなのかなと。で、それでなんかいろいろ情報をですね、あの、出してるような感じにも見えてくるんですよね。で、えっ、ー、と、命の関わったですね、その高齢者施設の問題は極力、えー、ちっちゃくなるようにして、このセクハラのところをできるだけ大きな大きな声で言って、えー、それを強調していきたいっていうような路線を感じてしまいますね。はい。 で、えっ、ー、と、ちなみにですね、クオモの弟ですね、CNN のキャスターをやっているクリスクオモなんですが、えー、ついに番組でも取り上げました。えっ、ー、と、まあ、今までですね、番組でそもそも触れてなかったんですね。えー、でもさすがにもう3人目が出たところで、まあ、観念したのかなと思うんですが、えー、今何が起きているか私はよくわかってます。私は兄のことを報じることはできません。なぜなら親族だからです。 もちろん CNN は報じなければなりません。CNN は広範囲に報じてきましたし、これからも続けていきます。っていうようなことを言ってて、ちょっとごめんなさい。僕の心の声がですね、だいぶ漏れてますが、えー、なんかね、よくわ、よくわかんないんですけど、親族だからね、言うことできないそうです。もう意味がわかんないんですが、えー、っと、何でしょう。ちょっと意味がわかんないです。もう一回言いますが意味がわかんないです。はい。で、えー、っと CNN 広範囲に報じてきたって何の話をしてんのと。 で、えっ、ー、と、これね、あ、ごこ,これ先週だったっけな先々週だったかなちょっとごめんなさい、あの、自分で今これ、ふと見て、自信なくなりましたが、先週もしかしたら、セクハラ報道を1分ぐらい報じてたかもしれません。とりあえず、2週間前の段階では、えー、0秒です。はい。あ、10日前かなまあいいや。えー、とりあえずですね、あの、広範囲に報じてきたとは到底言えるような状態ではないんですね。はい。 で、まあ、でもさすがにね、番組内で触れるわけにはいかないっていうような状況に追い込まれてるのかなというふうに思いますので、まあ、散々ね、CNN はね、クオモをね、えー、生出演もさせてますよね。で、その弟とお兄ちゃんでね、コラボレーションしてなんか色々インタビューしてみたりとかね、なんかワイキャワイ、y、キイやってたりとかしてましたけど、まあ、こういう場になったら全然それをしないと。どういうこっちゃっていうふうに思うんですが、えー、まあ、とりあえずですね、 もう触れないわけにはいけないぐらいまで火は大きくなってきてるということですね。はい。あの、ニューヨークにお住まいの方ですね、何人かのコメントいただいてますが、やっぱり、えっ、ー、と、だいぶねあの、辞職等々にですね、期待をされていますね。まあ、個人的には僕はね、断崖されてほしいですね。辞職よりもね。うん、断崖されたっていう方がね、えー、なんかダメージあるかなっていうふうに思いますので、うん、そこまで行ってほしいなというふうに思っています。はい。 ということで、えー、まさかの続報が来ました。もうね、多分断崖の話も今あるじゃないですか。辞職しそうですよね。1週間、2週間以内ぐらいかなというふうに正直僕は思っています。はい。さあ、誰がそうなったら選挙に出るかっていうところが楽しみになってきますね。はい。ということで、今回の、えー、動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。